富士フ,フィルムの富士クロームの CR-56 現像 E-6 現像のためのセンシビリティストリップ E-6 現像は内式カラーリバーサルフィルムの処方である厳密にはコダックが公表している処方の名称で同社のエクタクロームに対して指定されているものだが富士フ,フィルムの富士クロームった多数の内式カラーリバーサルフィルムに使用できる E-6 プロセス、E-6 処方とも呼ぶ。E-6 現像は、富士フィルムの CR-56 現像、アグファの AP-44 現像と完全に互換性がある現像である。富士フィルムのカラーリバーサルフィルムプロビア。E-6 現像は、コダックの E-3 現像及び E-4 現像に代わって登場した。 E-3 現像は像を反転させるために光による被り処理が必要であり、また退色する欠点があった。E-4 現像は収カケトラブチルアンモニウムのような高度に有害な汚染物質を使用していた。E-6 ではホギングは濃厚ではなく反転欲による。外式カラーリバーサルフィルムの処方である K14 現像等とは異なり、 C-6 現像は黒白ネガフィルムの現像あるいはカラーネガフィルムの C-41 現像に用いるのと同じ器具で愛好家が自家現像することも不可能ではない。この現像方法は感度が高く温度の変化によって結果が異なっていく。第一現像と第一水線の温度を下肢100.0度に保ち現像の許容誤差を維持するためには適温の水浴が推奨される。 E-6 現像には2つのバージョンがある。商業的現像書では6翼式を使用している。ドイツのテテナール写真工業が製造販売する e 6三翼処理キットのような趣味の現像のための薬品キットは三翼式を使用しており、六翼式における発色現像と反転翼、プレ漂白と漂白と定着がそれぞれ結合している。 三翼式現像では、発色現像が独立している。しかしながら三翼式現像では、現像の制御が乏しく、色落ちや色移りに悩まされる。漂白と定着、あるいは漂白定着のステージが省かれているからである。テテナールでは三翼式と歌っているが、第一現像、発色現像、漂白定着、安定処理の4段階である。戦場。 推薦、停止翼、安定洗浄は、6翼式であっても3翼式であっても省略されて、表現される。E-6 現像はポピュラーで、リバーサルフィルムを現像する、現像書、現像店は存在し、コダックの日本法人では、国内49店舗、現像書を E-6 現像品質有料店として、E-6 回に加盟させている。 コダックエクタクロームの一般向け普及版として2006年に発売されたエリートクロームシリーズももちろん E-6 現像用のフィルムである。写真フィルムの現像書は基本的には現在写真フィルム以外は現像を受け付けていないが2011年12月現在も製造を発売されているコダックのスーパー8用のカラーリバーサルフィルムコダックエクタクローム 100D 富士フ,フィルムのシングル8用のカラーリバーサルフィルム、富士クローム R25N 等の小型映画用 8mm フィルムも、現像の際には E-6 現像が行われており、原理的には、自家現像も可能である。E-6 現像における録翼処理は、下記の工程を持つ。下記はコダックの指定する処方である。第1現像、6分間。 下肢100.0度現像液 DA-1 第1、推薦、2分間、下肢100.0度水反転浴、2分間、下肢96度下肢103度反転液 RA-1 発色現像、6分間、下肢96度下肢103度発色現像液 CD、CD-3 プレ漂白、2分間、下肢90度下肢103度調整液 CA-2 漂白、6分間、 火誌92度火誌103度漂白液 E-6AR 定着。4分間。火誌92度火誌103度定着液、e、E-6AR 最終水洗、4分間。火誌92度火誌103度水最終洗浄。1分間。火誌80度火誌103度洗浄液、e、E-6AR 乾燥。ハウスガストのない環境で行うことで現像用の小型タンク。 E-6 現像における三翼勝利は、下記の工程を持つ。テテナールキット1リットルを使用した手現像の場合。プリウォーム、5分間、摂氏38度第一現像、6分半減、摂氏38度第一現像液水栓、2分半減、摂氏38度発色現像、7分間、摂氏38度発色現像液水栓、2分半減、 摂氏36度漂白定着、7分間、摂氏36度漂白定着液最終推薦、4分間、摂氏36度安定勝利、1分間、20摂氏25度安定液乾燥、ハウスガストのない環境で行うこと。ありがとうございます。